はい、どうも光巨人です。今回はガシャポンをしてきました。そしてまずね、この白いのがこの仮面ライダーズっていうガイムのですね、このコップにかけたりとか、これぐらいのね、ちっちゃいフィギュアが入ってるんですけども、今一つ開けたらこのブラッドオレンジアームズが出ました。こちらですね、これが当たりました。そしてあと3つがまたちょっと開けてないんですけども、またこれも個別でレビューしたいと思います。続きまして、この赤いのがですね、特急列車です。特急ジャーの特急列車00、これもまだ中身は開けてません。そしてこのレッド列車とメタリックバージョン、通常バージョンとメタリックバージョンの2種類なんですけども、メタリックバージョンを狙っていきます。これもまた個別でアップしますんで、お待ちください。はい、そして今回レビューするのがこちらです。これはね、ウルトラマンなんですけど、ウルトラファイトっていうタイトルのあのガシャポンなんですけども、ここにはあのウルトラマンは入ってなくて、怪獣ですね、怪獣が入ってるんですけども、結構あのマニアックなガシャポンなんで、ぜひこちらを今回はレビューします。はい、ではとりあえず開けます。さあどんなんか。はい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 、お、ん、ああ、イカルス星人ですね。はい、では表紙なんですけども、ラインナップがこちらです。ウーとイカルス星人とシークレット、まあ、バルタン星人ですね、これは間違いなく。そしてキーラ、そしてエレキングです。今回当たったのが、このイカルス星人になりますね。この妙にリアルな感じがいいですよね。まあ、とりあえず組み立ててみます。組み立ててみました。どうでしょうか。ちょっと怖いっすよね。でもなんかすごいリアルな感じは出てます。近くで見るとこんな感じです。この安っぽい着ぐるみ感がまた上手に出てて、結構マニアックですよね。このウルトラファイトっていうのは確かね、1969年にテレビ放送されてるんですけども、そこに出てきたのがこのイカルス星人とかね、先ほどのこのエレキングとかバルタン星人があのウルトラマンとかセブンと戦うだけの番組だったような気がします。多分ね、この当時を知ってる方ならもうなおさらこのリアルさがわかるんじゃないかなと思います。まあ1回300円だったんで、ちょっと値段は高いんですけども、怪獣好きなら1回やってみたらどうでしょうか。以上、ウルトラファイト HG 外伝のイカルス星人を紹介しました。